今回は W126 型メルセデスベンツ S クラス 300SEL 北米使用車をご紹介します。はい、どうもこんにちは。北米的自動車ブログのゆうすけです。今回もですね、またアメリカロサンゼルスの解体屋柄の車、ご紹介していきます。で、今回ご紹介する車は、ベンツのですね W126 という車ですね。それではね、早速動画ご覧ください。どうぞ。はい、それではね、またロサンゼルスの解体屋から車のご紹介していきたいと思います。で、今回ご紹介する車はベンツの S クラス、W126 という型の分ですね。で、この車が79年デビューでして、91年まで生産で12年間に、生産された車になります。で、今回のモデルは、その最終年式の91年式のモデルですね。で、これが、US 仕様はね、北米仕様はこの規格型ヘッドライトを装着することになっております。日本仕様とかね、欧州仕様とかだと、異形の、ヘッドライトつけてもいいんですけど、北米仕様はあのヘッドライトをつけることになっております。で、このホイールもね、アメリカの高級車は、大体こういうメッキのホイールをつけるのが、好きみたいで、このベンツの、W126 にもメッキの、クロームメッキのホイールの設定がありました。で、このベンツ、W126 ですね、当時のベンツのね、今でもそうかもわからないですけど、最善か無かという、スローガンがありますけど、そのね思想が一番反映されている車と、言われております。で、このモデルがですね 300SEL というモデルでして、これかなり珍しいモデルですね。3リッターの直六エンジンなんでを積んでるんですけど、ボディはですねロングボディとなっております。なのでね、大体一番多いのが 560SEL という最上級グレードなんですが、こういうグレードもあったってことですね。で、日本にもね、少量なんですが、ハイヤー需要とかがあったみたいで、輸入もされていたとのことです。こういった感じですね。ボディは、外から見るともう、ロングボディなので、560とかともそんなに差異はないのかと思います。で、車内、これから見ていきます。こんな感じでベージュの内装の、車内ですね。で、これがですね、ミラーがこの車、このねベンツの最上級車なんですけど、手動のミラーになっていました。これはやっぱり 300SEL、3リッターのモデルだからなんでしょうか。で、あとね、このドアストライカー、これがね、刺さる方で、受けと刺さる方があるんですけど、両方ともすごいね、ごつくて、やっぱりそういうところにお金かけるのがさすがベンツっていう感じですね。日本車とかだとね、真っ先にこうコストダウンにされちゃうところかと思うんですが、はい、で、車内はこんな感じです。で、もうね、この車91年式なんですけど、この W126 は80年代からもうエアバッグを装備しておりましたね。いち早く、他の車に先駆けてエアバッグが装備されていた車かと、記憶しております。残念ながらメーターはね外されていたんですが、マイルメーターの、のがついていたはずですね。これがエアコンの吹き出し口かなと思います。こんな感じでね、2段になっていました。上の方は、横の窓をに当てるようなんでしょうかね。で、その下が、ドライバーに当てるようかと思います。あとライトのスイッチがあって、で、これがパーキングブレーキの、リリースのレバーですね。で、ここにあるのがですね、ウインカーのレバーなんですが、これがねワイパーも兼用となっておりました。通常ね、これがこっちが、ウインカーと、ライトスイッチになって、右側にね、ワイパースイッチが、ワイパーレバーかが来ると思うんですけど、この車はね、ウインカーは、ごめんなさい、ライトは、パネルについていますので、ライトのスイッチは、あれが、ウインカーと、ワイパーを
1本で兼ねるということになっておりました。なので右側には、何もつきません。でこれが、中央のパネルですね。でこのね、エアコンの吹き出し口なんですけど、この風量の調整のつまみがですね、エアコン吹き出し口が2つに対して3つ調整のつまみがついていたんですが、この真ん中っていうのは何のためにあるんでしょうか。ちょっと分かりませんでした。もしあのオーナーの方とかいらっしゃいましたら、あのお詳しい方ぜひ教えてください。でこれが、その下にですね、エアバッグのセンサーですねがついていました。で後ろに、ゲート式の、AT の、セレクターですね。あとこれが、肘掛けアームレストです。これがね、ここを押し、この丸いところを押して、下ろしてくるっていうような形になっていたみたいで、こういうのはやっぱりあの実車触ってみないとわからないところですね。今回初めて知りました。でこれがドアシルの、ラベル類です。こういうね、エアバッグ関係の、ラベルも当時まだ出始めの装備ですので、いろいろついています。でこれが、車の、生産のラベルですね、91年の4月生産車と書いていました。それではね、後席もちょっと見ていきたいと思います。でこれね、ドアの開く音とか、皆さん聞こえましたかね。結構ね、あの後席でも、ずっしり、してました。通常ね、あの日本車とかだと割と後席、まあ、でも高級車になると、そうでもないのかもわからないですけど、普通の、一般クラスの車だとね、あの後席はもう割と軽い音になっちゃうことも多いんですけど、この車はもう後席でもね、しっかり、したドアの音が、してました。でこれがドアパネルですね。下についているのが、灰皿のついていた箇所かと思います。リアシートこんな感じです。ちょっとね、あの後ろの、背もたれのところのクッションはもう外されていたんですが、その他は、おおむね綺麗に残ってました。このね、C ピラーの、読書灯っていうのが当時の高級車の感じがして高級感ありますね。あとこのアシストハンドルもすごい長い。これあの W126 では有名ですよね、この長いドア、アシストハンドル。こんな感じで、読書灯はこんなスイッチ、こういう感じでついております。この後ろのトレーにはですね、左右にスピーカーがつくのと、中央にですね、2箇所こういう小物入れがついていました。でこれがおそらくあのファーストエイドキット、応急処置の、キットが入っていたのかと思います。こっちは、ただの小物入れですかね。それではね、助手席も、見ていこうと思います。助手席こんな感じですね。でちょっとこれ驚いたのがですね、助手席のパワーシートもメモリー機能付きでした。通常ね、運転席だけメモリー機能がついて、助手席は、パワー機能はついてもメモリーはつかないことが多いんですけど、この車はメモリー機能がついていました。やっぱりさすがね、高級車、当時のメルセデスのねフラッグシップ車ですので、そういうところは抜かりなく高級装備が、ついておりました。とこれが、グローブボックスですね。こんなところにね、カップホルダーというか、カップの置き場がついていました。でもこれはおそらく走行中に使われることは想定していないんでしょうね。
あんなところに、飲み物を置いたら走行中はこぼれてしまいますので、おそらく停車中に使うことを、想定していたのかと思います。とこれが、前側についている室内灯ですね。いくつか、モードがついていまして、あとこれが、サンルーフの、操作スイッチです。最後にね、トランクも見ていきましょう。ちょっとこういった感じでね、中はゴミが入っちゃってるんですけど、やっぱりね、広いです。当時のセダンはね、しっかりトランクスペースが、確保されてましたので、この車 FR なんですけど、やっぱりしっかりスペースは確保されておりました。でこれが、なんかね、注意書き書いてありまして、ドアとトランクの鍵は共通ですというふうに書いてあったんですけど、これ当時違う車も存在したっていうことなんでしょうかね。今だともう全部共通ですもんね、エンジンとドアとトランクとね。でここ、ボンネットはね、このなんかつまみを、引っ張って開けます。こんな感じで、直六の3リッターのエンジンですね。V8 を積むことも想定されたエンジンルームですので、かなり広く作られています。なので、割とね、スペース的には余裕はあったみたいです。で、これがエアバッグのコーションラベルですね。当時出たてのエアバッグですので、なんかいろんなところにこういうラベルがついていました。でこれが、ワイパーの根元です。W126 とかね、当時のベンツ好きな方でしたら、ワイパーの特殊なのはご存知かと思うんですが、僕今回この初めて根元がどうなっているのかを見れて、ちょっと感動的でした。はい、こんな感じでね、今回は、またロサンゼルスの解体屋から今回ベンツの W126 ご紹介させていただきました。もしね、よろしければチャンネル登録とか、あといいねとかもね、ぜひよろしくお願いします。それでは今回もご視聴いただいてありがとうございました。